私とゆうくんはフリーライドワールドツアーという、男子は世界の中で23人、女子は世界の中で10人、スキーだけでいうと。そこにいるライダーたちってもう本当にリアルなライダーたちしかいないし、その場に立たせてもらえてるところの意味としてはすごく気持ち的にもありがたいなって感謝の気持ちもある。反面やっぱりちょっと間違ったら大怪我にもつながるし、すごいシリアスな状況ではあるんですけど、もうその自分たちのスタイルっていうのは他のライダーには絶対ないスタイルだと思うんで、それを貫くことができたのは良かったかなっていうふうに思ってます。今回のアンドラはコンパスを乗ってたんですけど、安心してこう運転できてたなっていう印象はありますね。割と道が狭かったりとか、駐車場が狭かったりとか、結構コンパクトな場所が多かったので、そこそこ荷物が乗れて小回りが利く、本当にコンパスちょうど良かったですね。グランドチェロキーはドイツ、オーストリアを一緒に旅してたんだけど、この四駆のシチュエーションに合わせて車高が上がったり下がったりっていうのも画期的というか、すごいシステムだなと思いましたね。ドイツアウトバーンって言って、高速道路制限速度無制限のところとかあったりして、やっぱスピード出すところがあるんだけど、やっぱりどっしり構えてる車だから安定感がすごいあるんですね。こんだけの荷物の量積んでても全く問題ないし、雪道とか、まあ、荒れた道とかも安心して走れますね。滑っていっぱい挑戦して次の自分をどんどん見つけていくっていうのがいいですね。この先も自分探しの旅じゃないけど、冒険し続けていけたらいいな。